静岡で実現、多彩なライフスタイル。家族との時間を増やしながら挑戦ができるので移住を決断しました。良かったなっていうふうに思うことは、ストレスが、やはり低いっていうことが一番良かったことかなと思います。起業して良かったことは、全て自分で決められるっていうところが良かったなっていうふうに思います。土曜日は家族で過ごすっていうことが多いですね。妻は別で働いているっていう状態で、チームで一緒に助け合う形はできているのかなっていうふうに思っています。海を起点に町おこしをしたいと思ってます。初心者向けの釣り教室だったりとか、副業兼業フリーランサーの人たちをうまくその地場産業とマッチングしていくっていう事業のお手伝いですね。ちょっと行けば海だし、ちょっと行けば山だしっていうのは、本当になんか身近に癒される要素がたくさんあるなっていうのはすごい感じますね。富士山があり、ちょっと遠く見れば南アルプスがあって、駿河湾があって、ロケーションとしての豊かさは他の都道府県とは比べられないかなっていうのはすごい。時計をしない生活に変わりました。静岡来てみたら、みんなおっとりのんびり、親身になって相談事にも乗ってくれますし、すごく温暖な気候にマッチしたような人の方がたくさんいらっしゃるなというイメージです。東京とは違う遊びだったり、東京とは違う生活が待ってるよっていうのが、今回移住したいなと思っている人に伝わったらいいなと思います。静岡で実現、多彩なライフスタイル、ゆとりすと静岡で検索。